読谷村暴力だと反社会的勢力を介入させない村民連絡会議の結成に多くの関係者の皆様がお集まりいただき感謝申し上げます。この連絡会議は読谷村内の事業所海浜などに暴力団と犯罪組織と密接な関係が伺われる集団等を介入させず、かつみかじめ料等の不当な支払い要求を断固拒否し、暴力団と反社会的勢力のいない安全安心な読谷村を目指して発足するものであります。結成の背景といたしましては、今年秋口より沖縄本島南部のビーチで反社会的勢力が海浜を占拠した上、無許可で食品を販売し、水上バイクなどの遊具を使って危険走行を行うという事件が発生しました。多くの自然海岸や文化財、リゾート等の観光施設、商業施設、水産施設を有する読谷村においては、同様な反社会的勢力を入り込ませないため、前兆事案があれば早期に情報を共有し、いち早く排除して安全安心な読谷村の暮らしと商工業、観光業、水産業の推進を目指していくものであります。この度読谷村をはじめ村商工会、村観光協会などが中心となり、読谷村暴乱等反社会的勢力の介入を阻止する連絡会が結成されましたことは大きな喜びでございます。今回読谷村暴乱等反社会的勢力の介入を阻止する連絡会議を結成したことは、暴乱等の読谷村への侵入介入に対して断固拒否の強い意思表示となります。今後は県警察、暴乱等追放沖縄県民会、民事介入暴力団対策特別委員会弁護士等関係機関が皆様を協力にバックアップしていきますので、暴力団等反社会的勢力を恐れない、利用しない、金を出さない、交際しないという理念を貫いて生きていただきますようお願い申し上げます。暴力団等反社会的勢力介入阻止宣言、暴力団等反社会的勢力の存在しない安全で安心な読谷村の実現は全村民の願いであります。本日私たちは読谷村暴力団等反社会的勢力の介入を阻止する連絡会議を結成し、決意を新たに、一つ、暴力団等反社会的勢力を海浜海域を含めた読谷村内に入れない、一つ、暴力団等反社会的勢力を恐れない、一つ、暴力団等反社会的勢力に資金を提供しない、一つ、暴力団等反社会的勢力を利用しない、一つ、暴力団等反社会的勢力と交際しないを徹底することにより、海浜海域などを含めた読谷村全域への介入阻止およびみかじめ料等の不当要求の支払いを断固拒否し、安全で安心な読谷村の実現を目指して邁進することをここに宣言します。協議会および各種団体、村民一丸となって頑張ろう、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 頑張ろう。ありがとうございました。